おはようございます。2023年2月の1日、ここは安城の向こうにお寺が見えますけど、本庄寺というお寺です。今年大河ドラマどうする家康始まっていますけど、家康がもう多分5本の指ぐらいに入る苦難の場所ですね。三河一向一揆が起こった場所です。すごいですね。こんなこと、これ田んぼだったと思うけど、トイレまでできてここ駐車場になってるんですよね。これお寺ですけど、ほとんど城みたいなお寺だったんですよね。周りこれ堀が切ってありますよね、しっかり。ちょっと本堂の方見てみましょう。一向一揆のガイド。あそこのテントで受付やってんだ。あそこのテント。ああ、ガイド。一向一揆のガイドまでやってますね。人が来るんだろうな、やっぱし。大河ドラマの影響はすごいですね。でも今は誰もいないですね。わあ、すごいね。なんであそこに鶴までおるんだ。ここが三河一向一揆の拠点になったお寺ですね。三河三寺っていうのがあるんだ。その一つなんだ、これ。うん、じゃあ家康からしたら敵側。ほら、そうさ、ここで家康に歯向かったんだよ。これが本堂ですね。特別展家康と一向一揆。わあ、すごいね、この堀も。改修中か、こっちは。水がないな。一時から登り旗が立ってのも面白いね。で、あちらがもう城の櫓みたいですね。ああ、氷が張っとるわ。この堀もあるし、また本当はもっと外にも大きな堀があったんだよ、確か。城と河原も。お、城と河原。あ、この本庄寺でありますね。しっかり宣伝してますね。若き家康と戦った三河一向一揆。お、社長庫まであるじゃん。金じゃないけど、しっかり堀がね。お、堀が取り巻いとるし。あそこにも鶴がおるのが面白いね。あそこにあの看板があるわ。こうな、ぐるっと内堀があって、またこう大きな外堀があるんだ。もう300メートル。すごい。本庄寺は信州大谷派の寺院で、三号雲龍山と言いますか、鎌倉時代後期に共演によって開かれた。一向一揆のことは書いてないか。6年、三河一揆。あ、これか。三河三家寺ってあるじゃん。これはな、あの年貢が免除されとったんだ、この三河三家寺は。だけど家康はこの年貢を、兵糧米を、あの強奪したんだ。ほんで一揆が起こったんだ。普通あの一向一揆って本願寺からの指令で一揆を起こしとるけど、この一揆はな、そうじゃないんだよ、ということですね。今日はちょっと大河ドラマの家康の関係帳をめくろうと思っていますね。これは昭和か。竜橋。庭園が作った鶴の。
さっき何のあった打ちぶり跡ですね。まあこんなとこだね。おお、凍っとる。今日は暖かいはずなんだけど、夜は冷えたんだ。はい、上の城、上の郷だな、上の郷城跡、蒲郡指定史跡か。一応ここは家康が攻めた城ですね。あそこに大きな立派な城主の看板がありますね。ここはなんとか神社っていう、何神社だったかな。まあここに車を止めてちょこっと歩くという感じですね。もうちょっとここはどうする家康で宣伝しとると思ったけど何もないな、昔のままだな。あ、これが城郭か、うん、よし。この石垣は城郭の石垣とは違うな。だんだん畑のこっから入り口ですね。まだ神社から 2,3 分のとこですね。みかん畑の中です。お、あそこに城主の碑があるわ、立派な。お、あそこに見えるわ、大きな鳥居の目にあるだ。まあ俺は上がるのパスだな。わあ、すごいのこれ。銀座市、わあ、ドリーと書いてあるな。もうあそこがほんで四角だが、違うんか、もっと奥があるんかな。あっという間ですね。うわ、すごいね。まあ広い四角が平地があるだけですね。おお、蒲郡の町が見えるじゃん。三河湾も見えますね。いいんじゃない。でも行こうとしてはちょっと物足りんな。下の鳥居があっただけか。書いてある。この前の国連で忍者が出とったから。もうここはね、家康が攻めたけどなかなか攻めれんかったから忍者を使って攻めたんだ。あれが書いてないんだよな。この城主の鵜殿っていう城主は今川義元の子供か娘かなんだ、妹かなんか、それをめとってるはずなんだ。で、ここ家康が攻めて、その、いや、なんだ、義元の、と、なんだ、駿府に残しとる、瀬名と人質交換で、次がその、大河ドラマ、次がその場面のはずなんだよ。瀬名を取り戻す場面ですね。今日の新聞にこれがあったんだよね。上の郷城の模型ができたって言って。これ。あ、これか。ここに置いてある西部公民館。お、公民館にあるということで、これ後で見に行こう。うん。だから近いんだよ。さっき車止めたとこここでしょ。お、すぐだろ。ほら。うん、こんな本になっとったんか。うん、でその発掘調査の穴が柱の穴とかな、井戸の穴とか。あ、これ発掘調査のあれか、うん、現場か。うん、あ、周りは一応掘りが深い、掘りがあるわ、うん、ね、深い掘りで、
こっちも絡まっての小口だなこれ。裏門だ。こういう小高い山の上を平らに。うん、ほらそうだ削って。3キロだと多分そうだぜ。あの山が名取山だね。この上野郷城を攻めるときに家康はあそこに本陣を置いたんだ。あんな遠くだ。ちょっと城郭がどうなったとかわからんけど、まあ主郭の下はいろんな車ができてるんですね。よし、こんなとこですか。うわ、お空堀ができてるわ。なかなか立派な堀が切ってあります。ようねんけど深い堀があるんですね。まあ、陽明。しかんなとこだね。おなかなか感じいい神社ですね。赤彦神社と書いてあったかな。神馬もかっこいいじゃないですか。これは葵のもんじゃないちゃうんかな。これお赤彦神社と書いてあったわ。蒲郡西部公民館、車がいっぱい来てますね。先ほどの上野郷城跡の模型があるということで、ちょっと、あ、もうすぐそこに自由に見れるようになってるのか。15世紀中頃に築かれた家康の攻略による落城した、こんな家があったんですね。人形まで置いてあるじゃないか。まあ、ぐるっと堀ができてるんですね。あんなも出てくるのか。こっちほどの長照ってさっきの上司だ。この話が出るわけ。明日の、今度の大河ドラマこいつは出てくるよ。うどんさんが出るとか。うどん、一応服部半蔵、この間の服部半蔵が、ありがとうございます。で、お代の旦那の久松さんが、これ見ろ、宇土の長ってるの妹、あれ妹か、瀬名となんとかって書いてある。そうなんです。ちょっとした駐車場がありますけど、これが稲城という城跡です。一応公園になってるみたいだけど大丈夫かな、この足。あ、ほだろ、葵の門があるんだろ。葵の門、双葉葵か、植物。双葉葵という木が、でもこれ木がないんだよな、案内があるだけで。どこにその双葉葵という門があるんだろうね。一応堀がしっかりできとるじゃん。あっちに櫓もあります。案内がある。堀と坂もぎ、堀の中に木を入れて簡単に渡れんようにしてるんか。城の案内じゃないな。こっちのなんかいっぱいあるけど城の案内じゃないか。本田定隆っていう人の城みたいだけど、多分これあの四天王の人にの本田忠勝、忠勝っていいのか、本田平八郎ってやつだ。あれの祖先の城があったとこじゃねえかな、きっと。
天皇の本田忠勝平八郎が出てこんな、なんでかな、関係ないのかな。でも7代本田忠次が家康の吉田城攻めに参戦、1564年か、織田信長の浅井あれかな、羽賀の戦いか、羽根で戦ってるみたいですね。うわ、立派な鳥居と城主碑がありますね、あそこに。この櫓は上がれるんか。葵の門発祥ゆかりの地、伊那本田家の立ち葵、いえ徳川家の三つ葉葵、これが本田家、こっちが徳川家かの三つ葉だね。タコまでいます まあこの鳥居がかっこいいだけだ。おあの上司と鳥居があるだけですね。こんだけの話ですここから階段で上がれそうですね。まあ見物はこの鳥居だけか。やっぱし今よし、ちょっと待っとれよ。おお、かっこいいね。岡崎の山中城市に来ましたけど、ちゃんと駐車場までありますね。数台止まります。いや、あの山が城主の山だですね。ここが東城口ですね。前来た時よりかなんかいろいろ貼ったるな、うん、現在地結構これあるぞ。でここが城主か。岡崎城主、なんて書いてある。岡崎城主の最後信忠の居城であったが、大数なんて書いてある開閉と書いてあるのか。4年1524年安城に居城していた松平清康の奇襲を受けて一夜にして落城と書いてあるね。その結果信貞は清康に属し岡崎城を明け渡した。あ、そういうことか。まだ家康のおじいさんの清康は安城におったんだ、うん、でここを攻めて、岡崎城をもらったと書いてあるね。いろいろ、あ、これで結構あるぞ。これ遺構がいっぱいあるんだよね。前来た時感動したような覚えがあるで、結構あるよこれ距離が、なかなかきつい階段が続いてますね。上まで行けるかな、ちょっと不安です。こっちの山歩いてきた左側すごいと思った。これやっぱ掘り切りなんだよな。掘り切りっていうのか縦掘りだこれ、ずっと。こっちもで、これが土橋で四角へ上がる道ですね。あー、きつい。上に旗が見えるけど、まあ四角かな。この高い壁もすごい。クルワーと書いてあるね。あの上が多分本丸なんだろうね。もう下が見えんけどすごい絶壁ですね。はい、これが東クルワですね。どうもなかなかいい感じですね。これが馬出しと書いてあるんだったね。
あ、堀切りとか言ったの？下にすごい堀がある？深そうだね。おお、これはなかなか見事だね。こっちが東久留米ですね。あの堀切りの上が四角と思ったら、ここは四角じゃないな。まだ四角はもうちょっと奥だね。ここからの眺めもなかなかですね。勘違いしとったね。先ほどのところがじゃなくて、これが馬出し、向こうが北北東尾根来る場合か。まず四角だな。あそこが四角ですね。勘違いばっかりですけど、あれはもう間違いないだろう。はい、四角へ上がってきますね。あれどこだ、あの辺におるはずだけどな。あ、ぐるっと回るんか。すぐ去って上がれへんだな。結構かかってぐるっと回るわけか。あ、いいね。写真も撮るで待っとるよ。はい、四角到着ですね。山中城市、あっちが石碑だな、きっと、うん、違う。向こうに道を見えますけど、あれに車止めて歩いてきたんですね。あ、ここまで38分ですね。普通の人だったら10分15分で上がっちゃうだろうけどね。なんせまあ苦しい、息が切れて苦しいんだな。明日は帯車になってますね。すごく長い城市ですね。山中城市、これは下になって書いてあるな。子爵大久保忠元だよ。あ、まあ子爵だから、え、明治時代の変化、うん、あそこにも案内文があるね。まずくくりとって、岡崎市の指定史跡になってますね。国じゃない。最初に見とった東久留米だ、馬出しだって見とったの、この辺見とったんですね。で、実際は四角の下の東久留米馬出し、こうなってますね。現在地。23年2月1日12時40分。今何分？おお、馬んだ。1時、まあ2時だ。あそこになんか車、駐車場になったやつやないか。県下最大級の城域を誇る山城か。まあ、さっきの話だな。西宮市をあの松平清康が攻めて奪い取ったんだね。で、清康はついでに明大寺の岡崎城も掌握し、松平家の 本拠地としたか。小月坂合戦には今川氏の重要拠点となり、なんだなんだなんだ。小月坂合戦ってどういう合戦かな。分からない。小月坂合戦じゃん。小月坂。岡崎にこの合戦地の看板だけあったけどな。うん。多分はこれなんだ、織田信長の親の信秀と、うん、この清康が戦った。あの合戦だと思いますけどね。低いけど二の郭は広いな。
別口からの上り口だね。あ、こっちも小口、ちこちに上り口がありますね。ああ、最初見たなんとか口やな。なんとか口を入れるんですか。うん、こっちも遊歩道ができてるね。土塁は低いな、しかし遊歩道下に3つ目の帯倉を進む。最新千葉な桜。じゃあ最新。富士も浅間宣言が出てる。この花の桜姫。あ、お姫さんの話か。ああ、なんていうんだ。違うんか。うん、これは浅間神社が出てるやん。浅間神社か。これがその王道か、なんか関係するんかね。あ、二の丸の下もなんか取り巻いてるね。あっちの下の方がさっきの小口から多分行った道だな。あっちの方に三の丸とかなんかあるかからんね。あ、その辺に掘り切りがありそうだな。上が二の丸の下ですね。腰車は下なんて書いてあるだ。あれも腰車と書いてあるのか、うん、こっちが二の丸だったよな。二の丸の下の腰車で下にもあって、これが縦堀か。へえ、これが人が掘った縦堀だって。へえ、手で掘ったんだ。手じゃないぞ。いくらなんでも手で掘らんぞ。スコップ使っても手で掘らん。まあ人力だけど。こちらが先ほど見た北東尾根クルーはどんな感じですかね。よいしょ。なんか車の車の案内ばっかりだね。こんなとこですね。こっちが北東クルワ、あっち出とるとこがそうでしょうね。よし、こんなとこにしようか。お、縦堀がしっかりつながってますね。あ、なかなかきつかったけど、まあまあ楽しかったですね。2時40分か。だから1時10分だから、1時間30分の山中城散策でしたね。よし、今日はこれで終わりです。まあ山城巡りや。安上がりでいいね。お金使うことない。はい、じゃあこれで終わります。あの紙の子と同じように模型作って展示しとるみたいですね。まあ直接家康と関係ないからいいか。結構きつかったね。あ、そうだよ、この道が見えてやん。見えた時にその茶色の家が見えて、ちょうど茶色の家のところに車止めたよな。よし、終わります。あそこに木と木の間でちょっとあるから、あ、旗がないか。ほんでもまあ、あれが
宿泊があったところでしょうね。あの山が中山城址です。最初はこっちだと思っておったはい、ここは国道1号線沿いにある道の駅、藤川宿という道の駅です。すごいですね、車いっぱいですね。あそこに家康さんがいますね。写真撮ってやるか。高か。